フラワー長井線全線開通100周年を記念したイベントが22日、沿線で繰り広げられました。白鷹町の荒戸駅では、マルシェなどが開かれ、多くの人たちで賑わいました。ラッピング列車の4両連結運行が行われました。また、はい、乗ったことあります。んかっこよかった。車両基地を見に来ました。かっこよかった。南陽市の赤湯駅西側広場でもマルシェが開かれ、4両連結車両を一目見ようと多くの人が集まりました。